ミモザサラダと漬物セットはどうなってる？そっちは30秒後、現在盛り付け中。一番テーブルの2名様、お会計終わりました。お待ちの方、3名お呼びします。3名？次は若いカップルじゃなかった？案内したんですけど、彼女さんの方が。メイドカフェなんて聞いてないし、メイドが可愛すぎてやだ、ムカつく切れて帰りました。ああ、うん、あるかもね。俺が接客すればよかったかな。そしたら今度は彼氏の方が切れるんじゃないですか。気にしても仕方ないですよ。じゃあ行きますね。なら僕たちも料理運ぼう。このバイトもだんだん慣れてきたね。最初の頃はどうなることかと思ったけどさ、記憶がなくても案外いけるもんだね。よかったよかった。で、記憶がない状態に馴染んだらダメだよね。どうもここんとこ調子狂ってるな。それもこれも右京の。あ、そういえば今日は右京来てないね。何してるのかな、あいつ。あ、すいません、注文いいですか。あ、お客さんが呼んでるよ、行かなきゃ。癒されるよね。僕のいた世界は緑が少ないから、こういう場所ってすごく贅沢に感じるんだ。僕この公園好きだな。君も好きだと嬉しいんだけど、どうだったんだろうね。何かの刺激になればいいなって遠回りしてみたんだけど、ここでは特に印象深いことはなかったみたいだね。やっぱ場所より人物の方がいいトリガーになるのかな。え、何？今急にビクッとしたけど何かあった？右京、なんでこんなとこで寝てんの？まさか具合悪くて倒れたとか？顔色あんまり良くないし。あ、それはいつもか。生きているのか。また俺は。この世界から抜け出せないまま。ねえ、ちょっと様子おかしくない？なんか怖いよ。お前は、うわ
前のせいで、お前のために俺は。お前さえいなければ、そうすれば俺は。なんで、君が、ここに、あれ？あ、俺、今、君に何を？ごめん！本当にごめん！すみません。寝ぼけました。驚かせたよね。怪我とかしてない？病院は、いや、それより救急車。あ、ってか、先に俺が、君に暴行傷害しましたって、警察に自首するべきかな。あのさ、大丈夫だって言ってあげた方がいいんじゃ。なんか、本当に警察に来そうな勢いだし、そしたら僕たちも困るでしょ？怪我をさせてたらどうしようって、泣きそうなほど焦ったのに。泣くんだこいつ。まったくひどいな。でもなんともなくてよかった。あのね、言っとくけど、寝てる俺に不用意に近づいたらダメだよ。どんな目に遭うかわからないからね。起きてる時はもっとダメです。俺との距離は常に2メートル以上空けるように努力してください。何言ってるんだろうこの人。今回はこんなところで寝てた俺が悪いから、君に責任はないけどね。今後、公園とか高架下とか道端とか、そういうところで寝てる俺を発見してもほっとくように。公園とか高架下とか道端？普段そんなとこで寝てるのこいつ。それってホームレスじゃん。仕方のない行動だけど、一応自宅はあります。君も見たように、俺はものすごく人外レベルで寝起きが悪いから、うちであまり眠らないようにしてるんだ。俺は一人暮らしだから、うちで寝ると目が覚めた時の俺を止める人が誰もいないからね。だけど昼の屋外ならどうしたって人目につくからさ、いくら俺でも暴挙に出にくいだろ。言ってることがよくわかりません。で、こいつそういう言動ばっかだな。それにどんな
な理由があるにせよ、屋外で本格的に寝るって結構きついと思うんだけど。俺のこと変なやつだなって思ってる。そう思われても仕方ないと思うよ。悪質な予言めいたこと言って去るし、それってほとんど呪いだよね。自覚あったのか。君を怖がらせたいわけじゃないんだけど、結果的にそうなってるな。ごめん。俺の警告は、そう、夢で見るんだ。駅前に通り魔が出るとか、君が井戸に落ちるとか。俺はそれを君に伝えてるだけ。単なる予知夢っぽいもので、他に理由はないよ。って言ったら信じる。本当のこと言ってもきっと信じてもらえないから、夢ってことにしといてよ。変人のよまいごとって思ってくれてもいいけどね。警告に耳を傾けてさえくれれば。にしてもここ今日は人が少ないな。もっと人通りの多い場所に移動した方がいいね。あ、そうだ、前に君が好きだって言ってた店に一緒に行ってみよう。この時間からならまだ。あ、じゃなくて、ごめん、今のなし。あ、何誘ってんだろうね、俺。あ、ダメだ。ちょっとまだ混乱してるな。そこまで送るから、君はもう帰った方がいいよ。おいで。今日は本当にごめん。嫌な思いをさせたね。これから外で寝るときも、君の家からできるだけ離れた場所で寝ることにするよ。そうじゃなくて、そもそも外で寝るなって話だと思うな、僕。そんなこと続けてたら体壊すし、好き好んで路上で寝るなんて変人ってレベルじゃないよ、それ。こんなことを言うべきじゃないと思うんだけど、今日思いがけず君に会えて嬉しかった。できるだけ君に会わないようにしないとって思ってるのにダメだね。本当にあの時の本物？嘘だろ。まさかこんな風に再会できるなんて思ってなかったよ。実はあの後すごく後悔したんだ。せめてメアドくらい聞いておけばよかったなって。君ともっと話をしてみたかったから、また会えて嬉しいよ。今日ここで君に会えて嬉しかった。え？本当に俺でいいの？いや、疑ってるわけじゃなくて、こんなに早く返事をもらえるとは思ってなかったから。全然言葉が出てこないよ。頭の中真っ白だ。こういう時ってなんて言ったらいいのかな。今の俺の気持ちどうすれば君に伝わるんだろう。俺は今すごく、じゃあ今日はここで、明日君の店に顔を出すよ。
何？ダメだよ。さっき俺に近づかないようにって言ったばかりだろ。どうしたの？は？ちょ、まずいよ。その質問はいくらなんでも不審がられるって。それはどうだろうね。俺にはわからないし、俺が答えるべきことじゃないだろ。ただ、俺は君が好きだよ。世界中の誰よりも君を大切に思ってる。だからこそ、俺は君に近づいてはいけないんだよ。記憶が戻った？右京との記憶？それであんな質問したって？あははは、何言ってるの？記憶が戻ったなんてそんなはずないよ。記憶が戻って僕がそれに気づかないなんてことはあるわけないもん。本当に？本当に思い出したの？でも、だとしたら記憶じゃないよ。だって僕に何の影響もないもん。記憶だったら僕が君から離れていくはずでしょ。でもほら、何も変わってないでしょ。何もかも前のままなんだよ。それでも君が何かを見たんだとしたら、君一体何を見たの？頑張りすぎじゃない？シフト入りすぎだと思うな。これじゃほとんど正社員だよ。君はお金貯めて買いたいものでもあったのかな？あれ？ねえ、ほらここカレンダーの隅っこ、目指せ神戸って小さく書いてあるよ。神戸って右京に初めて会った場所だよね。じゃあ君はバイトしてお金を貯めてまた神戸に旅行しようと思ってたとか？それって神戸が目的なの？それとももしかして右京に会いたかったから？どっちなんだろう。これだけじゃわかんないよ。おはようございます。おはようございます。今日も時間通りですね。おはようございます、先輩。ねえ、先輩は今度の花火大会行きます？今ミレさんとその話をしてたんですよ。去年は雨で1週間延期になりましたが、今年は天気も。あれ、おや、右京さん。しまった、早すぎたか。まだオープン前みたいですね。出直します。おはようございます、右京さん。あと5分くらいで開店ですので構いませんよ。どうぞ。すみません、ありがとうございます。あ、なら表をオープンに変えてきますね。はい、お願いします。入れてもらっちゃいましたが、朝礼中だったんじゃないですか？いえ、雑談していただけですよ。今度の花火大会のことですけど。
そういえば13日にありましたね。写真撮りに行かないんですか？いや、それより彼女と一緒に花火を見に行くのかな。え、違いますか？それはないですよ。彼女だって俺みたいな得体の知らない男と出かけるのは嫌でしょ。それに俺と彼女はただの客と店員というだけの関係ですよ。今までもこれからもね。僕が誘っちゃっても問題はないですね。おや、一輝くん、今日は遅刻かと思いましたよ。ギリギリ30秒前クリアですね。遅刻だけは気をつけてますよ。最前線装置されて2年以上戻ってこないバイトもいるようですしね。最前線って、で、さっきの話だけど花火大会、僕とどうかな。そういえば、一輝くんが一昨日来たのもその件でしたね。ええ、メールで誘おうかとも思ったんですが、やっぱり顔を見て話した方がいいかなって。シフト間違えて無駄足でしたけどね。どう？13日、新あたりからもう誘われてるかな。ちょっと不機嫌になった？行ってきなよ。え？俺は行かないから連れてってもらうといい。若さん、席案内してもらっていいかな？あ、はい、どうぞこちらへ。あの人、君に興味があるんだと思ってたけど違うんだ。来るたびに君に話しかけてたから、てっきり粉かけてるんだとばかり思ってたよ。まあいいや、変に遠慮して機会を逃しちゃもったいないし。じゃあ君は13日僕と一緒に花火を見に行くってことでいいよね？詳細はメールするよ。じゃあね。強引だな。断る隙もなかったね。でもこの状況下で詳しく知らない相手とお出かけって無謀じゃない？だいたい一輝ってどういう意図で君を誘ったわけ？前に君のこと恋愛対象にしないみたいなこと言ってなかった？そういう相手を花火大会に誘うのって恋愛じゃなきゃ友情？異性の友人ってやつ？ミネどうしたんだろう？ずるい、先輩ばっかり。私だって一輝さんとデートしたいのに。接客って思ったより疲れるんだな。稲と同化して雪の中走り回った時くらい疲れたよ。あ、言ってなかったっけ？僕、人間以外とも同化できるの。それが僕の特性なんだ。他の精霊はできないんだよ。どう？すごいでしょ。まあ、その特性のせいで君と同化しちゃったんだろうけど。
だけど同化した対象と離れられなくなったことなんて今まで一度もなかったのにな。あ、寝るかな。明日？どうしようか。あんまり長時間一緒にいるとさすがに記憶喪失がバレるかもしれないよね。あー、でも人と会話しないことには記憶も戻らないし、これは逆にチャンスなのかな。それにリカも一緒なら一気と二人きりよりいいかもね。13日の予行練習になるし、どう？3人でお出かけってことで決定。さて、それはそれでいいとして、僕が気に食わないのは右京の態度です。あいつ君に気があるのかないのかどっちなんだよ。今までの警告が好意からってことは昨日の会話でなんとなく分かったけど、なんであの態度なの？自分の好きな子が目の前で他の男にデートに誘われたらあんな態度でいられる？連れてってもらうといいってそりゃないでしょう。本人も言ってたけど、右京は本当に君に近づかないようにしてるんだね。右京の中では君を大切にすることと君に近づかないことが同じ意味なんだ。でも僕はもう少しあいつが何考えてるか知りたいよ。君もそうだよね。あいつの真意がわからないままじゃ君だって不安になるよね。あいつの君を思う気持ちが嘘偽りないものなのかどうか僕は知りたい。ごきげんよう。お待たせしてしまいましたわね。出た。時間通りに来ましたのに、あなたの方が早かったんですわね。ごめんなさい。慣れないな、この人。それで？それで？一輝様から聞きましたわよ。あなた花火大会に誘われたんです。うっ、まずい、怒らせた？あなた、私が役と思う。怒り狂って鬼神母神神社に牛の国参りをすると思って。そんなことはありませんわよ。だって私は一輝様に海に誘われたんですもの。花火大会と海なら海の方がランクが上だから、花火大会は心よくあなたに譲って差し上げてよ。心よくという割には鬼神母神神社に牛の国参りってのがなんかリアルなんですけど、それに海とか言っても海には入れないんじゃないかな。涼しすぎるし。ファン同士譲り合いの精神が大事ですわよね。抜け駆け精神も重要ですけど。ファン？ああ、じゃあやっぱり君もリカと同じファンクラブに入ってるんだね。え？ちょっと待て。もしかしてファンクラブって一輝の？ただの学生に組織的なファンクラブ？それってどこの世界の話？そりゃかっこいいやつだなとは思うけど。相変わらず仲良さそうだね、二人とも。あら、一輝様、ご機嫌麗しゅう。うん、おはよう。っていうか、待たせちゃってごめん。
早めに出たんだけど、会員の子に捕まっちゃってさ。今日の行き先を質問されて、巻くのに苦労したよ。うわ、本当に一気のファンクラブがあるのか。これは予想外だ。あの子たち、一気様にそのような真似を。申し訳ありません、一気様。私の教育が行き届かず、不快な思いをさせてしまいました。大したことじゃないからいいよ。気にしないで。というか、君たちこそ大丈夫？僕と一番親しいのは二人だから、裏でいろいろ言われてなきゃいいけど。まあ、そこまで私たちのことを。ありがとうございます、一輝様。ですけど、それには及びませんわ。私は、会長で、この子はその私の親友ですもの。小娘どもに手出しなどさせません。小娘？ってか親友？そう、でももし何かあったらすぐ言って、なんとか対策を考えるからさ。本当は僕が君たちと距離を置けばいいんだろうけど、それも寂しくてね。君たちは僕と普通に友人付き合いしてくれる数少ない相手だからね。変なことで失いたくない。一輝様、そこまで私たちのこと。私、生まれてきてよかった。たとえ明日死のうとも、我が人生に悔いなし。さて、それじゃあ行こうか。僕の気に入ってるショップが浴衣の販売を始めてさ。安くて可愛いんだ。あなた、ちょっといいかしら。え、なに、怖っ。さっき、一輝様には会いましたけど、最近、ファンクラブの内部が険悪なのは事実ですの。一輝様は、あなたを花火大会に誘ったから、私を海に誘い、また別の子は別の場所に誘って、誰か一人を極端に贔屓しないよう気を使われてますけど、最近になってファンクラブに入ってきた子はそれすらも気に食わないという子が結構いますの。平等にではなく自分だけを見てほしい。だから他の会員を追い落とすと。なので本当に些細な目立つ行為が小娘どもの妬みを買っているんです。あなたは私に誘われて、さほど一輝様に興味がないまま会員になったでしょう。あの目に見つめられても、それでもあなた自身は一輝様に連着していない。だからこそ話しやすいと一輝様もよくあなたに声をかけているのでしょうけど、それは目立つ行為に他なりません。会長である私も先日、新会員たちとバトルになりましたもの。私だけ抜け駆けしてずるいと。もちろん完膚なきまでに叩き潰して勝利しましたけども。みんななぜか私には常に弱腰というか引き気味なので、勝つのも簡単でしたわ。ああ、うん、だろうね。ただ、あなたは口数も少ないし、おとなしいと思われているから、舐められているかもしれません。それにほら、おとなしい子はキャラを作っててムカつくという意見も昔からあることですし。ああ、君、もしかして同性の友人に嫌われるタイプだったの？とにかく、あなたは怒りを買いやすい立場にいるのですから、お気をつけ遊ばせ。できれば花火大会のことは他の子には伏せておいた方がよろしくてよ。立ち止まってどうしたの？話は後でお茶を飲みながらしようよ。あら、申し訳ございません。すぐに参りますわ。行きますわよ。
はいっぱい歩いたね。浴衣も買っちゃったしさ。それに緊張したよ。記憶喪失動向じゃなくて通行人の視線に。リカと一輝と君、三人で歩くといろんな意味で人目を集めるんだな。でもリカがいたおかげでいろいろスムーズに済んだね。それに一輝と君の間柄も分かったし、リカには感謝しなきゃ。けどあれどう思う？あのリカが言ってたファンクラブの話。目立つことするなって言ってたね。今下手に他人の悪意を向けられるのは怖いな。一気と出かけるのやめた方がいいんじゃないかな。右京は行けって言ってたけど、それがいいかもしれない。右京は僕たちの知らない何かを知ってるみたいだから、アドバイスをもらえるかも。この間のメールでメアドは分かってるから、メールで聞いてみようか。これ行けって言ってるんだろうけど、これじゃあ余計不安倍増だっつの。まあでも要するに今は気にしても仕方ないってこと？じゃあいいか。にしてももうちょっと引き止める系のこと書いてくるかと思ったのにな。君を好きだってそう言ったのに。リカはさ、一輝がファンクラブの子を平等に扱うから嫉妬しないって言ってたよね。右京はどうなのかな。どういう理由で君が他の男と出かけても平気なんだろう。本当に焼いてないのか、それとも諦めてるとか。